杉本圭です。アルティーリ千葉は、今年で2年目になります。やっぱりいろんな人を見てきて、初めディフェンスがやっぱり自分は武器だと思ってたんですけど、やっぱり自分より全然ディフェンス優れてる人は多いですし、じゃあアシストかって聞いたら、別にそんなアシストも全然僕より毎試合出してる人が多いんで、何かに優れてるっていう強みがあるかどうか分かんないですけど、まあ、強いて言うならあのゲーム感、そのボールがここに飛んでいくであろうっていう予知能力の方が長けてるんじゃないかなと思います、ね、でもやっぱり何かシュートが武器とかって言える武器の方がやっぱかっこいいですけどね。やっぱりこうなりたいっていう姿はあるんですけど、やっぱりそれと今自分を比べた時にまだ少し違うな、まだちょっとそれにはなりきれていない、そういう気になるんで、なぜアルティーリ千葉に来たかというと、 B3 の、 参入の時から、オファーをいただいたんですけども、その時からもう B1 までの道筋がちゃんと説明されて納得できたんで、あとはもう自分のバスケの実力で切り開けれる環境が自分の中で探してたので、その時にアルティーリ千葉さんからオファーをいただいたので来ました。以前のチームでは普通のサラリーマンの人と一緒に出社して、4時まで仕事して、で4時から移動して、で6時から練習して、で8時ぐらいに終わるんですけど、まあ、8時からウエイトやらケアやらやって帰って、まあ10時ぐらいで、でもう晩飯を食べて寝る、でまた朝次の日の8時半に出社に間に合うように起きて出社するっていう流れですね。ここに来て新しい自分の発見っていうのは、発見、まだまだバスケが好き、仕事しながらの時はやっぱりもういいかなって思うことも多々あったんですけど、やっぱりこっち来て、ああ俺まだバスケ好きだな、楽しいです。バスケが楽しいです。もちろん辛いこともあるんですけど、でもそれがあっても楽しいです今は。